以前ゲージ逃亡のいいことスイッチ、山下です。はい、今日の企画は、はい、本日はですね、ここ原宿に来ています。イエーイ。まあ、原宿といえばですね、若者のチャンスの場所、こうスカウトされる方とかがね、こういらっしゃると思うんですけども、今日はですね、スカウトの方をスカウトしたいと思います。嬉しい。まあ、この方がスカウトだろうという方をですね、見つけていただきまして、で、僕がですね、あ、もしかしてスカウトの方ですかと、逆に先に見つけて話しかけに行っちゃいます。おー。で、僕たちのイクドスイッチのリスナーになっていただけるようにスカウトさせていただきたいと思います。まあ、ただね、もちろん僕はね、まあ、そのスカウトされたこともないんで、どんなイメージなんですか？でも、私はなんか女の人が私は多かったイメージ、意外と女の人、ね、そう、私は男の人、男の人に明らかにスカウトだみたいな人がいるんでしょうか？ですかね。まあ、仮にもね、アイドルですし、まあ、事務所に入っている方もいらっしゃるので、まあゼロということはないないないと思うんですが、まあ、どんどん先手を打っていきたいと思います。というわけで竹下通り歩いてきたんですけども、まあ、なんと、まあ、2軒、まあ、うち1軒はマイマイが見つけまして、そしてうち1軒はお声掛けいただくという結果に終わりました。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。Twitter、Instagram のアカウントはこちら、フォローよろしくお願いします。 SNS、ライブ情報などもチェックよろしくお願いします。ぜひライブ会場に遊びに来てください。バイバイ。バイバイ。こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネルくーちゃんにいるグレッツトライが開設。詳細は概要欄から、ぜひチャンネル登録してください。